はい、ソシャックメンです。いやー、ちょっとさっきまでこのゲームをやってたんですが、パソコンのね、電源がね、なんか抜けかけてて、で充電がなんかなくなりかけたせいで、録画データが保存できないっていうね、超失態を犯してしまって申し訳ない。で、チャレンジっていうモードをやって、これね、星3でもう完全クリアできたっていう状況だったんだよね。一回クリアしたやつだけど、もう一回ちょっとこんな感じでしたっていう感じでちょっとやらせてもらいたいと思います。目的としては、これ燃料をね、補充したり修理したりっていうことをやって、荷物を運べっていう内容で、でサブミッションでなんか鳥をね、クラクションで驚かすとか、あとなんかカボチャを潰すとかね、あって全部クリアしたんだよね。なのにちょっと録画取れてないっていう、そういう状況ですが、まあこれでやることが、もうまずこのトラックが今ね、燃料が入ってないんだよね。燃料切れなんで、この燃料トラックで、燃料を入れてほしい。ただこのトラックが壊れてるんで直してくれっていう話なんだね。で今これ動けないんだけど、実はここにトラックがいて、そう、こいつに乗り換える。でこいつはね、リペアって言って、修理のユーティリティアタッチメントっていうのを積んでるんで、こいつを使うことによって、その簡単に修理ができると。おっと、ハンドブレーキが。でこれもしかしてこっち側からいけるか。いや、いけないか。そう、このね、一回しかも失敗して死んでる様もね、面白かった。川を渡ろうとして、なんか水に飲まれて死んでいくみたいな。なんだけど、ちょっとそれはね、年間の断りに導かれてしまったんで、動画データが。なんで、ちょっとなんかハマってんな。で、このマシン、このマシンとか、あ、すげえな、岩があれなんだね。独立して動くみたいな。この車はね、四駆と、通常のこの後ろだけっていうのを切り替えれるようになって、このアクロを進むときは基本四駆で行った方がいい。で、このまままっすぐ行って、こっちか、あいつ修理してる、なんかダメージ。で、ここで修理用のアタッチメントでこいつを直すと。これで直ったんで、トラック乗り換えますと。でこのトラックの燃料はあるんだけど、この赤く今なんか一瞬出てたと思うんだけど、燃料タンクが今空なんですよ。で燃料を入れます。向こう側にガスステーションがあって、そこで燃料を入れることで、こういうアクロがあるんで、ここはタイヤを全部回すようにして、全部のタイヤ回すことでこうやってね、走れるようになって、さらにこのトラックにディフロックって言って、タイヤが浮いた時になんか車って、全部のタイヤに動力伝わらないんだよね。なんでそういう時にディフロックを使うと、全部のタイヤがもう絶対回るっていう、ね、状態になって、それをやることによって、はまりかけたときに抜け出せるのもある。ここで燃料をまず入れると。なんだ。たまにこのブクッと止まるのは何か、ちょっとよくわかんないですね。ちょっとタイヤが空転してるなと思ったら、このディフロックを使っていいですね。で、ここで燃料を入れる。これは緑のが燃料になります。で、満タンまで入れます。よし。いやー、でもこのグラフィックもすごいし、このリアルタイムにこのね、わだちが作られてくる様がめちゃくちゃリアルになってます。
形がなんかね、トラックの重さでなんか影響を受けるぐらい浮かるんで、ここまで来ました。よっと。で、ここで、燃料を、こいつに燃料をあげる。OK。で、このトラックはもう終わりじゃなくて、こっちのトラックに乗りますと。で、これを解除して、あ、違う、こうか。こうだ。で、こいつで、その荷物をね、運んでいくんだけど、この運んでいくときにね、この川渡りをするか、こっちがブリッジがあって、ブリッジで行くかっていうのがあって、前回この川渡って行ったんだけど、ちょっと今回ね、普通に行きますね。もう川渡ったんで。渡った動画がちょっと見せられなくて申し訳なかったけど、この後も絶対そういう川渡ったりとか、あとなんか、川からその、川に埋まってる車を助けたりとかもあるので、その辺は絶対、見せることがある。逆に橋渡る練習もちょっとしたいな。これ、橋から落ちると多分即終わりになっちゃうから、怖いなぁ。オールホイールはやめて、通常運転で。おー、怖い怖い怖い。橋怖っ。で、どっちだっけ？このまま道なりに行けば自動的にゴール行ける感じかな。イージーウェイ。で、ちょっとまたオールにして、もう基本的に泥道でぬかるんでるから、こうやってタイヤがね、言うこと聞かなくなっちゃう。そういう時はこのディファレンシャルロックにして、頑張れ頑張れ。全タイヤで回ってもらう。意外と、多少のハンドルなら大丈夫そうな。結構、そこ水大丈夫かな。あ、やばい、ちょっとハンドル持ってます。危ない危ない危ない。怖いな、ちょっと。ディフの状態で曲がったりして大丈夫な。意外といけるな。意外といけるので、このように向かっていく。しかも頑張れ。いけるかな？いけるかな？この視点にして。この視点も見づらいよね、また。あ、そろそろディフはやめとこう。ディフロック解除して、このまままっすぐ行くと。もうすごいな。タイヤがちゃんと水に濡れてるね。水のとこ入るとね、タイヤがね、めちゃめちゃ綺麗になる。むしろそれでしかタイヤは綺麗にならない。でね、このね、終わりが近づいてくると、どこからともなくこのなんかヘビメタの曲が流れてくるんだけど、よし、ここで行くで、めっちゃ頑張れ頑張れ、もうちょっとぞってやってる感じ。いけ、いける、君ならいける、頑張れ頑張れ。はい、いったー。 OK。 こんな感じでクリアができる、まあ、これは逆に最短クリアだったね。一回やってるから。丘を登れ。お、これも面白そうだな。道筋 に従って、丘の頂上を目指そう。で、これは、他の車とか自分の車にダメージ与えない、ウインチを使わない。で、常にコックピットカメラでやる。マジか。じゃあやってみよう。この2番目のやつはすごい簡単だったんだよね。まあ、とりあえずまず丘の上の池っていう話なんだけど、いきなり川から始まる感じ？ちょっと待って、ユーズ、マニュアル、ギアボックスとクルー、スタートチュートリアル。スタートチュートリアルやっとこう。あ、マニュアルで行けって。マジで。ね、マニュアルギアボックスは、車のスピードをね、まあ、要するにギアで変速させて、無理しないようにするってことでしょ。あー、このね、なんかタイヤがそうなんだよね。地面を掘るっていう状態になっちゃうのを、防ぐことができると。
ライトスティックを押してからギアを回してくださいと。こういうことだよね。これで、あ、すげえすげえすげえ。ファーストギア、オートマチック。はいはいはい。いきなりこの2からいけんの？ハイトルクから。とりあえずニュートラルにしといて、エンジンかけるの、まず。あ、エンジンかけるってか、せっかくだから、この視点で行く？どれぐらいこれ、怖い、危険なんだろうな。じゃあ、ファーストギアで。で、パーキングブレーキを切って、ちょっと待って。全然走ってくんないけど。あ、逆にあれか？ムーブハーフアウェイリミット。超むずいんだけど。ハーフアウェイにして、で、プレスライトスティックアゲインというリリースギアスティック。通常状態だとブレーキを押し続けると自動でバックしちゃうんだよね。でも山登るときにそれだとうまく登れないし、かといってアクセルベタ踏みだとあの山の斜面を削っちゃうんで、それをね、防ぐことがこれでできると。フローザルート、ライトスティック、スイッチ、リバースギアというゴートゥーハーオートマチック F2。 あ、必要な場合はオートに戻してねと。本当にこれでいけるの？これでちょっとずついけってことは、この柔らかいってことでしょ、このように地面が柔っこいから、あのタイヤが穴掘りしちゃうと。あ、結構これ大変だな。いけんの本当に？それでそんなゆっくり運転じゃなきゃダメ。あ、待って、オールホイールになってない、全タイヤが。ちょっと待って、もうすでにスリップしてるけど大丈夫か。え、本当にこれでいける？あ、いけるいけるいける。ちょっとずつこうやって登っていこうってことね。これは足りーな。あー、でもいい感じにいけそうだな。なんだっけ、あとダメージ受けないっていうのと、ちょっと待って、全然いかんけど、ちょっと待って、タイヤ回ってるか。なんかパワー不足な感が否めないな。1まで入れちゃう？あ、間違った。違う、こうして、これでいけんじゃない？ちょっとパワーありすぎるか。あ、で、ブレーキもこう使いながら。あー、OKOK、そういうことか。こうやって。ただ、掘りすぎるとまずいんで、この半分にして、置くこともできると。あ、これかなり大変だな。You can restart if you stuck。 まだ俺はスタックしてないはず。道はこっちで合ってんのかな。ちょっと待って、道確認しよう。ブレーキ解除して。いけるいけるいける。お、いいねいいね、登ってる。もうちょっと登ってほしいな。フォローザルート。ユーズライトスティックっていう。あ、出てる出てる。怖い怖い怖いこれ。いきなりガーって行って落ちる。おー、怖い怖い怖い。うわー、死んだな。フェイラー。ひっくり返ってしまいました。This make engine stop。 エンジンが止まってしまうので、最初からやり直す必要があると。あ、これいきなりむずくなったんじゃない？